き荒れたのがピンクレディ大旋風ですよね。そして二十数年を経て今年またあのアクさんが曲を書き上げている、はい、こういうその四半世紀というものは一人のというか一組のアーティストに対してどんなふうにご反映されるのか。その間に二十何年間が挟まってると思うとね、はい、書けないですね、はあ、きっとあの挟まってない、挟まらずにいけるんだっていうエネルギーを彼女たちから感じないとね、やっぱ書けないと思いますね。でただ僕は歌っていうのはあの永遠にアイドルであるべきだと思ってるんです、はい、あの歌手がね律儀に戸籍通りに年取る必要ないんです。あ、そうですか。もう自分がやりたいやれると思う限りはね、あの世の中に私はアイドルだ、はい、でアイドルの目から見たら愛はこう見える、恋はこう見える、世の中はこう見えるっていうのをね、あの伝え続けていくべきだと思いますね。そこにあのアクさん自身があと、うん、これから、ま、次の世代に歌をバトンタッチ、いつか、ま、作詞家としてはそういう日も来るかもしれませんけれど、日本の歌の将来というものに対してどういう展望を持っていらっしゃる、そこにあるのは危機感ですか、それとも何かまだ、うん、今はかなりやっぱり危機感多いですね。あのなんか自分の世代の中を、あるいは同年齢の中でだけ通用すればいいっていう訴え方っていうのはね、いつの頃からこう多くなってきましたね。自分が持っているこことつながりたいと思ってるのに、じっとしててもつながらないけど、歌を一曲書いたことによって社会とつながったり人とつながったりする。で絵を描いてみたら、その絵を見せることによってつながっていく。じゃあどうせつながるんだったら、うん、もっともっと違うところ、遠いところの人にも、うん、伝えたいし、親の世代にも伝えたいしっていうことに、ね、広げていきたい欲みたいなものと思った方がいいと思いますけどね。いつの時代からか団塊ジュニアが、まあ、その数百万だからミリオンセラーが容易に出ると、うん、彼らをターゲットにすれば容易に出るっていうことが、ね、セールスの側から言われるようになって、だからあのターゲット、まあ、レコード会社は、ね、ターゲットって考えるでしょうけど、アーティストが、ね、ターゲット考えたらつまんないでしょ。自分が思ったところで思った形で伝わっただけではそれは計算上のことであって、そうじゃなくて、まさかあの人たちが喜んでくれるとは思わなかったなというところの、ね、伝わっていって、でその人たちが最初から自分に向かって発信されたように喜んだり興奮したりしている姿が見えたらね、こんなの嬉しいことないですよ、うん、そのことが歌い継がれるっていう一つの動機だと思います、はい、それでは